お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はこれ具沢山入りね、おかゆでございます。本当はね、おかゆを作ろうと思ったんですよ。米から炊いてね。でもね、米、動画だときに米をだ、おかゆを作るときは揚げたね、麩とか、くるみとかね、ナッツを入れようと思ったんですけど、それがないから具沢山にしようと思って、鶏肉とかキャベツを入れてみました。だからね、おかゆという役割はね、果たしてないとは思いますけどね。ね、自分が食べるのでね、勘弁してください。でね、今回これね、自信作があるんですよ。こちらでございます。山芋のね、サラダでございますけどね、このドレッシングがですね、コチュジャン、みりん、水、あとはごま油でございます。普通のドレッシングじゃね、面白くないと思ってね、今回はちょっとね、アレンジして作っドレッシングを作ってみました。で、お酒は焼酎のサイダー割りでいきたいと思います。はい、今日もね、一日お仕事お疲れ様でした。でね、休める人はね、休んでください。よろしくお願いいたします。告知はですね、昨日ねの通りでございますので、ね、今回の告知は割愛させていただきます。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。